ハーブラック、そしてメリークリスマス。今日はクリスマスなので特別な料理をいただきたいと思います。じゃーん、そうです、チキン丸ごとハーブ&ソースって書いてあるね。ローストホールチキン、うん、開けようか。これすげえな。まあじゃあまあいただきます。ももから行こうかな。うん、うん、うまっ、うん、奈良の若草山に来ます。さすがにね、この時期になると寒いですね。まして山の上だから。うん。パ。パ。ボリューム、サンクリー、あーさっぱりする後で普通しますからね。どこ食べよう。
セバしてみようか、セバ。セバうまいだろ、これ。うめぇ。あ、やっぱうまい、セバ。クリスマスといえば、JR のね、クリスマス CM が昔ありましたね。今やってるのかな？最近テレビ見てないからわかんないですよね。軟骨うめえわ。セバもついてみよう。うん、うまいうまい。油がすごいわ。もう2000年前くらいの、じゃないかな。
クリスマスはもう昔は日本に馴染んでたんだけど、最近ハロウィンなんかもね、すごい人ですよね。しかしまあ、クリスマスはさ、もう年末ですよね。大切なウーロン茶が普段はね、観光客がいっぱいなんですけど、今日は少ないですね。昔はクリスマスってサンタクロースが来るだけのイメージだったんですけどね。サンタクロースは煙突から入ってくるって言うんだけど、煙突なんかないしさ。ほらに煙突つけてくれってクレームしたことありますよ。
まずね、靴下をカズマスに直しておくんですよね。そしたらプレゼントが靴下の中に入っていると。で、うちではね、20日ぐらいにサンタクロースにお願いしようって言って、ベランダの窓からサンタクロースさん、何々をくださいって言ったらもらえるんですけどもね。鹿ですよ、鹿。肉食うか？やるぞ。鹿に肉食わすのやばいよね。カヤテじゃないですよ、シカです。うん、なに怒った？おい、チキン食うかな。なんだよ、もう食っちゃうの？めっちゃ笑われてるんですけど、観光客の人に。さすが公園に若狭山で鳥を食ってマスクかぶってるおっさんなんて珍しいもんね。まあ気にしないけど、いないのか。いや、なんだっけ。
本当びっくりした。これ俺たちの友情は確かなものになったな。なあ、静か。お前も、歯科やめて歯医者になったぞ。歯医者。どうもどうもどうもこんにちは。こんにちは。すぐもすいません。あ、雨が過ぎた。やっべー。うん、うまい。まだいるんですよ、作品は。うん、ダメだ。マジでだ。俺の鹿だもんね。一緒だよ。もうすぐ喋ようか。
先生。どうも、いつもすみません。どうも、ありがとうございます。そうですね。友達たくさんできちゃった。これもメイクシステムさ、おいおいおい、どこ行くのよ。おかえり、おかえり。じゃあただいまか。いや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 。うん。もうお世話されました。食べちゃいました。まあちょっと肉の持ってるんで、あ、どうもいつもお世話になってます。
1話食べきりました。さあ友達でしたよなあ。ケツ向けて、ケツ向けんなよ、お前よ。もうないっすよ。さあ、楽しいな、若草山の食事も終わりました。尿素石は食べちゃいました。友達も増えました。ね。ちょっと気まぐれなやつなんですけどもね。それではメリークリスマス。何よお前。まあちょっと友達と話してますね。それではメリークリスマス。バイビー。